友人に妖魔の手がかりがたくさん書かれた紙を渡され、その紙の僕が手がかりを一つずつ、では始めるぞ。警察さんの下に、瑠璃袋が変化した妖怪、真夜中になると、悲運の丘、リーウェイ港には、ん?ま、まあいい。これはあり得るかもしれない。次はこっちだな。雲来の海の深く、魚千年の月日により、絶雲の間の巨大古波、万民堂に、可能性はなくもないが、まだある、桐原の近くで、仮面をかぶり、長槍を持つ怪しい人物を見かけた。水色の髪の胞子を見たことがあるんだが、あとは、霧を操る妖魔がいる。おう、それは聞いたことがある。今もずっと追っているんだが、あまりにも用心深くて、この間こんなに集めたというのに。ああ、いつも積極的、純陽の体、いつかちゃんと礼を言わないとな。だろ?毎回、すまない、肝だめ、無謀の丘の気候は一年を通、ああ!見たところこれといった問題はないな。調査する必要がないくらい普通だ。変わった気候と環境のせいで、だからこの状況に、ああ他人から見れば羨、だが砲術の鍛錬をやめてしまえば修行だけして、なのに今まつい言わ、せっかくこの霧、見覚えがある。これだけ立ち込めているとなると、おそらく立ち去ったばかりだろう。そうだな。だが、ヒルチャールのような、そして、もし通りすがりの冒険者が汚染されて、問題ない。それと、そうだ。この先はさらに危険になる。戦闘の準備を怠るなよ。褒めすぎだ。僕の怠慢で、さ、手を、妖魔がいるのは間違いないな。それに、ただものではなさそうだ。もう少し先へ行ってみよう。やはりヒルチャールが現れたか。一匹残らず始末するぞ。この痕跡は少し前のものだな。道もないし、痕跡もここでと、かなり前から僕の存在に気づいていたんだろう。だが言い換えれば、順位、それなら心配ない。引き続き僕が後を追うから、そうやすやすと人前には出てこれないはずだ。ああ、確かにそれがこんな結果になって、やっぱり残念か。そうか?妖魔の悪しき唯一の、だが、そんなものは、とうに想定済みのこと。この、ああ。お前が僕の、実は、お前には、仮に非常に強力な妖魔に遭遇していたとしても、お前、お、あそこを見てみろ。晴れて、でも、本当に心残りなんてないんだ。ああ、すまない。損得に。
玉が出たら日光浴。何ですか？ごめんなさい、すぐにどこか行きますから。大丈夫。困った子、僕の妹、兄として妹をよろ。僕の愛。大丈夫です。そうか、それ実はアイスは僕にとっても非常に。そうだな、アイスがなくてもなんとかなるだろう。はい、2本しか残ってないが。本当にいい。きっと妹は、もう陽気を抑えるための。はあ、アイスがないとなると不安だな。普段アイスは万民堂に注文して作ってもらっているんだ。材料はそう凝ったものではないが、万民堂は人気だからな。だがなくなった以上はウー師匠に頼むしかないか。ん？心配ない、大丈夫だ。あ、まさか僕が苦しむ姿を見て心配させて。ありがとう。でも心配はいらない、そこまで弱ってはいないさ。だがそこまで言われると、これ万民堂に行こう。困ったな、ウー師匠は店にいないみたいだ。シャンリンもいないか。仕方ない、待つしかないか。だが妖魔の剣を放っておくわけにも。まさか料理ができるのか。では頼んでもいいだろうか。助かる。水が必要なのは知っているが、それ以外にも要求を抑えるのに、例えば植物や果実、この辺の知識はあったりしないか。果物か。さっぱりした甘い味に仕上がるだろうが、僕のアイスに甘味は入っていなかったはず。いや、なんでもない、お前の判断に任せよう。アイスに必要な材料は手に入ったか？ちょっと聞いてください。食べ過ぎたか。兄弟、今日はいくら稼ぐ？貯金した方がいいだろうか。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。もうできたのか。これまで僕が食べてきたアイスよりうまそうだ。どれどれ？これは果実の風味に爽やかな甘さ、美味しい。けど陽気を抑える効果は僕が食べていたアイスほどではないようだ。だが大丈夫だ、緊急時の処置でもある程度は抑えられる。それにしてもこのアイスは美味しいな。さっきの子がこれを食べたらもっと喜ぶんじゃないか。そうだ、あの子は家が貧しいとも言っていた。せっかくなら何か手伝ってやりたいんだが。妖魔を退治するのはリーウェイの民が平和に暮らすためだ。あの子が助けを必要とするなら、それを手伝うのも妖魔退治と似たようなものだ。ああ、you
こんなもの一体どこで手に入れたの？お小遣いは渡してないはずだけど、まさか盗んだんじゃないわよね？違うよ、優しいお兄さんがくれたんだ。町中を歩き回って物乞いをしたってこと？それに知らない人から物をもらったらダメでしょ？でも僕からもらったわけじゃ。お兄さんが先に話しかけてくれたんだ。嘘つかないの、ちゃんと。失礼、そのアイスは確かに僕があげたんだ。あ、このお兄さんだよ。どちら様かしら？僕は趙雲、服装を見てわかるかもしれないが本氏だ。先ほどこの子から家のことを聞いて気になって訪ねに来たんだ。そうなのね。ごめんなさい、私が誤解してたみたいだわ。ごめんね大龍、お母さんが悪かったわ。ううん、大丈夫だよ。このお兄さんともっとおしゃべりしてもいいかな？ええ、でも、うん、ありがとうございます。お兄さん、アイスありがとう。冷たくて美味しい。あ、こんなにたくさん、ありがとうございます。うん、わかった、ありがとう。お兄さんたちって侠客みたいだね。侠客？数日前僕が妹に聞かせた物語です。侠客にはお友達がいっぱいいるんだよ。お兄さんたちもきっといいお友達なんでしょ？それは。わーい、やっぱりそうだ。ずっと仲良しでいてね。楽と遊んでくれる？一緒に遊びたいな。わがまま言わない。え、ダメ？え、僕はすまない、ちょっといいか？この子たちかなり期待しているようだ。かまってあげないと落ち込むんじゃないか？ああ、そうだな。でも大したことではない。ただ僕は昔から修行だけじゃなく自分の感情を抑え、だから遊ぶ暇もなくて。どうやって子供お兄さんと呼んでくるし、きっとすごい期待をしてるだろうな。でも実際は退屈させてしまうかもしれない。よかった、お前がそう言ってくれるなら安心だ。よし、じゃあ行こう。もし僕が変なことをしてしまったら。ああ。じゃあ最初はかくれんぼしよう。僕がか？じゃあ僕たちはかくれますね。私はそう簡単に見つからないよ。どこに隠れてもいいのか？もちろん。でも、ああ、わかった。だが隠れる場所に当てなんてないぞ。お前の言う通りだな。じゃあ行くね。出来たてのチコだから。
てのチコザカラ。あっさりと見つかってしまった。ここならバレないと思ったんだ。いつも僕が追っている妖魔たちはどいつもここみたいに四方が囲まれていて埃が積もるような場所は光も差さないから妖魔が隠れるのに最適なんだ。だがあまり参考になら見つかったからには簡単な遊びではあるが、参加しているうちに面白くなってきたぞ。ああ、もっとたくさん、さ、あ、見つかっちゃいましたね。僕の負けです。わがままばかり言うな。もうちょっとだけいいでしょ。おう、構わないぞ。異常？大したことではない。参考の麺というか冷やし麺、いいの。しかし普通の。そんなことないよ、アイスみたいに。そうか。厨房を借りるぞ。材料さえあれば作れる。材料は集まったか？どうだ？味は悪くないだろうか？大げさだな。なんだか照れるじゃないか。参考の冷やし麺、あの子たちにも食べてもらおう。気に入ってくれるといい。あ、こんなの食べた。お兄さん、まだありますか？ラクもおかわり。そう焦るな。お腹いっぱいだ。ご飯が終わったらまた遊ぼう。まだ遊ぶのか。これは完全に予想外だ。そんなことないよ、すっご。ほら行こう、もっと遊ぶ。困ったな。牛しょ、仕方ない、待つしかない。まさか料理ができるのか。では頼んでもいいだろうか。水、例えば植物やこの辺の知識はあったりしないか。ああ、その材料ならさすが物知りな冒険者だ。アイスに必要な材料。もうできたのか。うん、見た目は僕がいつも食べているアイスに似ているな。どれどれ。間違いない、この感覚。感謝する。これでアイスの心配は消えた。本当にすごいな。こんなにすごいと知っていたらあの子のためにも作ってあげられたな。あの、そうだ、あの子は家が貧しいとも言う。妖魔を退治する。あの子が助けを必要とする。あ、確か。
まさか町中はそれにて嘘つか失礼は今度どっち僕は趙雲服装を見てわかるかもしれないがほそうなのねごめんね大流うんええでもうん ありがとうございますアイスありがとう冷たくて美味しいはこんなにたくさんありがとうございますうんわかったありがとうお兄さんたちって侠客みたいだね侠客数日前僕侠客にはお兄さんたちそれはあれ全然そうは見えないのにラクと遊んでくれるわがまま言わないえダメえすまないこの子たちかなり期待しているようだああそうだな大したことではない僕は昔から修行だけじゃんだから遊ぶ日もお兄さんと呼んでくるしきっとすごい期待をしてるだろうなでもそうかでも僕よしじゃあ行こうもし僕が変なことをしてあーお兄さんああじゃあさ僕がか隠れんぼを知らない人がいるんだ私はそどこに隠れてもいいのかもちろんでも楽についてきちゃだああわかっただが隠れる場所に当てなんてないぞお前の言う通りだなじゃあ行くねのぞあ見つかった僕の負けですあっさりと見つかってしまったここならバレないと思ったんだいつも僕が追っている妖魔とここみたいに四方が囲まれていて埃が積もるような場所は緊張しすぎ見つかった簡単な遊びではあるが参加しているうちに面白くなってきたぞお前の言う通りださあ構わないぞだが異常お兄さん病気なの大したことではない多少体質の三光の麺というかなり美味しい料理があるんだがあ冷やし麺しかし普通のそんなことないよそうかお前もかなら仕方ない厨房を借りるぞ材料さえあれば作れる。材料は集まったか？出来たてのチコ魚。どうだ？味は悪くないだろうか？斬新？それは褒め言葉か？参考の冷やし麺気に入ってくれるといいのだが、はあ、こんなのとお兄さんもしかして料理人だったりするまだありますかおかわりしたいですラクもおかそう焦るな
お腹いっぱい。ご飯が終わったらまた。まだ遊ぶのか。これは完全に予想外だ。そんなことないよ。ほら行こう。出たら日光浴、お月様が出たら月光浴。困っ、仕方ない。待つしか。まさか料理ができるのか。では頼んでもいいだろうか。例えば植物、この辺の知識は。なんだか危なそう。いや、毒を持って毒を。アイスに必要な材料は。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。もうできたのか。とりあえず試してみるか。お、本当に食べ辛い。喉、これは絶対に違う。中原のもつ焼き、安くて美味しいよ。すまない。掴むことを。ああ、もう僕は。妖魔は僕の仕事は、そういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。おお、御法夜叉のことを知っているとはな。僕は彼をとても。ああ、すまない。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくりこないか。些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。ならば、今はどの手がかりも、よ、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったも、近日開催、無謀の丘で肝試し大会。中、最近、夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてく、桐原に巨大な黒い影が出現。これらが今、僕の気になっている手がかりだ。いやいや、もし酔っ払いならば、酒癖が相当悪くないと子供も怖がらないだろう。それとも、僕の解読が間違っているとでも？つまりお前は、これら手がかりは、妖魔とどれも関係ないというのか？すまない。心配ない。いや、ただこのように熱しやすい体質の。ああ、その代わり、さっきの手がかりは。ダメだ、気分が、胸が熱くなってきた。息苦しい。大丈夫だ、念のためアイスを。ああ、生き返った。かなり効果があるんだ。心配してくれてありがとう。けど、手がかりが全て無駄になってしまう。お前も見るだけで何もしてこないのは、何か話したいことがあるか。可能性はある。
すまない、つかぬことを聞く。ああ申し訳ない。僕は趙雲、妖魔は古き。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。え、どこが似ているんだ。おお、そう言われると確かにそうだな。ああすまない、お前のその反応だと。やは些細なことでも構わない。妖魔、そうか。いやだならば、今ある手がかり、今はどの手がかりも、もしお前も気になるのであれば、近日開催。最近夜になると、ま、桐原に巨大な黒い影が。これらが今僕の気になっている手がかりだ。しかし肝試し大会が開催されるような地ならば、この肝試しは奉仕としての試金石になるに違いない。それとも僕の解読が間違っているとでも。やはりこの中では肝試しが最も信憑性が高そうだ。さっきも言ったように肝試しが行われるような地にはな。だがこの肝試し大会には妙なルールがあるんだ。絶対に二人で参加しなければならないらしい。仲を深める？よ、とにかくもし時間があったら僕と一緒に参加してみないか。お前は肝試しについて僕の知らない知識を持っているようだし、きっとお前の旅の経験が妖魔探しにも役立つと思うんだ。ありがとう。共に参加してくれる人を探してたんだ。そうと決まれば早速行こう。皆様、どうかお気をつけください。中に入ったら、そして見ろ、係の者が参加者に忠告している。やはりここには何かがあるんだ。早く調査に取り掛かろう。お二人様、ようこそいらっしゃいました。仲が良さそうですね。実は知り合ったばかりなんだが。いえいえ、大丈夫ですよ。恥ずかしがらずに楽しんできてください。ああそうだ、出発の前にこの飲み物をどうぞ。これは体内の陽気を引き、それに普段では陽気だと。鬼といえば陰、そしてそんな飲み物を聞いたことないが、まさか秘宝の類だろうか。それとも何かの、そうなのか。ならにしても、万が一この飲み物に陽気を引き出す、僕は純陽の体という希少な体質の持ち主。この体質は周囲の妖魔を追い払ってくれる。普段は暴走しないよう抑えてるんだ。そっちのお兄さん、美味しいし効果も抜群ですよ。ではこうしましょう。せっかくの行為。飲み物はこちらです。さあどうぞ、ゆっくりお飲みください。おお、気合十分ですね。それじゃ、2名様入ります。ここが肝試し大会の会場か。想像以上に人が多いな。もしこの場に本当に妖魔がいたら、今のところ特に異常は。参加者たちは危険があるとみじんも思っていないようだな。ん？言ってる意味がよくわからないのだが。つまり
わざわざここまでやっ、そうか。それに普段から修行だけじゃない。だから遊んでる暇も。さ、早く。これは間違いなく妖魔の痕跡だ。痕跡が薄いのには2、どちらにしろ僕の予想通りここには妖魔が潜んでいる可能性が高い。いや、まあ、さて。おお、何なの？あんたが肝試し大会。そう、怒る。はは。それとこ、すまない。盗み聞きするつ、僕たちは妖魔を探しているんだ。あんた、誰？別に何も、お願いだから。ああ、誤解だ。僕はただ、それの説明しにくいなら。道案内？いや、僕らが連れて行くわけでは。絶対に嫌！はい、そこまで。怖がってるのがわからないのか？そんなもん探したければ、自分で探してくれ。すまない。悪気はなかったんだ。まさか怖がらせてしま、そうなんだ。奉仕が妖魔た、ま、俺はただ彼女と遊びに来た。お前らが探してるような。礼を言う。それだ。どうやら。だが、なぜ怖い思いまでして、奥が深いな。だが一つ分かったことがある。とにかく、ほっ。ついてこないで。もうこれ以上つきまとわないでよ。そこまで拒否しなく、とりあえず落ち着いてよ。もう知らない。待て、それ以上動くな。もう大丈夫、怖がらないでくれ。は、払う？あなただ。ん？あれ？人間だな。あまりにも拒んでいるものだから妖魔に襲われている。彼女はただ怒っていただけ。何が怒っていただけよ。なのにあなたと来たら。悪かったよ。いや、ごめん。本当はちょっと怖くてさ。他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘違いだ。謝るから許してくれ。もう一度チャンスをくれないか。いいわ、私も。いいんだ、気にしてないよ。やだ、急にどうしたの？もう。ただの恋人同士のようだな。うん、邪魔しないでおこう。なんとか手がかりは見つかった。だが僕はこの体質だ。さっきまでは手がかりを集めていただけで、僕の巡洋の体では冒険者であるお前の実力と経験を信じているぞ。もし強い妖魔が現れたら、ああ頼んだぞ。疲れた。やっと休めるぜ。ちっとばかしやりすぎたか。何か腰を抜かしたやつがいたな。あ、ここは立ち入り禁止だぞ。まあいいや、全部聞こえてたんだろ。俺はここの鬼役で今は休憩中。暑いから衣装を脱いだんだ。
そうだよ、本物の鬼なんか俺たちも求めているのは高鳴る胸の鼓動、そして恐怖と驚き。普段じゃ言えない言葉を口にできるのが肝試しの大…よっしゃ、俺もそろそろし…おかえり。どうだ、妖魔は。それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか。ではここに留まり続ける。あれは確かに妖魔が存在していた証だが、僕ももう少し調べたいと思っていたんだ。ああ、その通り。二手に分かる。僕には逆に単独行動のお前は逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。ああ、それで行こう。僕はこっち、お前はあっちを頼む。さあ、行くぞ。お前さ、さっきから妖魔だのなんだのってお客さんから苦情が入ってるんだが。そうですよ、正直納得がいかない。逆に鬼がいないとなると、このような雰囲気を作っただけの大会を開催するのは詐欺じゃないか。僕の質問にまともに答えようともせず。だからこれ以上お客さんに迷惑。納得できる説だが、今この状況でここを去ってしまえば。助けてー、 お化けだ、助けてくれー。おい、何が。皆さんどうされたんですか。そんなバカなことあるか。みんな落ち着いてくれ。なるほど、妖魔ではなくその子が僕の危機を知り、お前の話を聞く限りだと確かに害のある存在ではないようだ。わかった、その子は人を傷つけないのだろ。だがいつの日か一線を越えるようなことがあれば、奉仕の責務に関わらず僕が責任を持って、いや、これは僕の判断だ、全て僕が背負う。では行こう。ここの主催者は僕たちがあまり好きではないようだしな。ん？どうした？
僕は自分の善悪に対する判断を信じている。善か悪かの判断は慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな。待ってくれ、まさか僕のことを妖魔退治に固執する頭の固いやつだとずっと思っていたのか。そうか、僕はそんな風に見えていたのか。ああ、そうなのか。よかった。よし、じゃあそろそろ帰るとしよう。ああ。私とお茶しない？イヒヒ。皆様、どうかお気を…そして見ろ、早く調査に取り掛かろう。お二人さ、実は…いえいえ、あーこれは、それ…よ、鬼といえば…そんな飲み物を聞いたことないが…まさか秘宝の類だろうか。そんなことない。にしても万が一、僕はこの体質は周囲の妖魔、普段はぼそっちのお兄さん、おいしいし、ではこうし、飲み物はこちらです。さあ、おお、気合十分です。飲み物を飲んだらなんだか、いや、なんでもない。早く先に進もう。ここが肝試し大会の会場か？もしこの場、今のところ参加者たちは危険があるとみじんも思っていない。ん？言ってる意味がよくわからないのだが。そうか、それに普段から修行だけじゃない。だから、遊んでる暇もなかったし、さ、早く妖魔を見つけよう。これは痕跡。どちらにしろ僕の予想通り。いや、まあ、さて。すまない、僕たちはよ、別にお願いだ。ああ、説明、いや絶対に。はい、怖がってる。すまない、悪気は。そうなんだ、奉仕が。ま、俺はお前らが探し、礼を言う。どうやらだが、なぜ怖い。奥がだが、とにかく他の場所。ついてこな、もうこれ、そ、とりあえず落ち着い、もう知らない。待て、もう大丈夫。は、は、あなた、ん、あれ、あまりにも拒、何が起こって、なのにあなた、悪かったよ。いや、ごめん、他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘、謝るから許してくれ。いいわ、いいんだ、き、やだ。邪魔し、やっほー。すまない、さっきの飲み物が原因かもし、もし陽気が暴れ出したら仮に制御ができない。すまない、面倒ばかりかけて。この激しい感じ、いつもならアイスを食べて抑えるんだが、
これは普段とはこのままだと、もっとこう、例えば氷スライムの液体とか氷トリックフラワーの蜜とか、冒険の途中で集めたものか。それだと鮮度が落ちていて素材としては使えるだろうが、純用の体を抑え、頼む、すまない、冷静さを保ち続ける。一人で歩き回るのは危険ですよ。だってどんな人間に会うか分かりませんから。いや、もしかしたら人間ではないものに会う可能性だってあります。おや、落ち着いてますね。川沿いを歩くと靴が濡れるのは避けられないっていうことわざを知っていますか？陰に満ちた場所を歩く、もしそれを一度でも目にしたら悪夢のように絡みついて一生離れなくなるんです。いやいや、どうしてそんなに冷静なんですか？普通の人なら話の途中で怖がって逃げるんですけど、人の恐怖心を上手に煽ることで、私の見た目なんて、あなたみたいに階段を信じない人はどんな手を使っても効果がなさそうですね。そんなわけないじゃないですか。さ、あなたも早く友達のところへ戻った方。だいぶ良くなった。まだ少し陽気がざわついているが、そうだ、素材探しの途中で、それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、また、では、すまない、お前の時間を無駄にさせてしまった。優しいんだな、お前は。お前と共に行動し、肝試し大会に参加して、この地が安全だということが分かった。これで妖魔も退治できていたら、飲み物を飲んだら、なんだか、いや、なんでもない。早く先に進もう。ここが肝だ。もし今のとこ参加者たちは危険があると、ん？言ってる意味がよくわからないのだが。そうか、それに普段から妖魔退治と宝珠修行だけじゃない。だから遊んでる日もさ、
そう、はあ、すまない僕たちは。別にお願い。ああ説明、いや、ぜはい、怖がって、すまない、悪気はなく、そうなんだ、奉仕、ま、事情、俺はた、お前らが礼を言う。どうやら、だが、なぜ怖い、奥が、だが人、とにかく。ついてこない、もうこれ、そう、とりあえずもう知らな、待て、もう大丈夫、あれ、あまりにも、何が、なのに、悪か、いや、他の人もいるし、お互い少し、はあ、謝るから、いいわ、いいんだ、やだ、行こう、行こう、行こう。これは間違いなく妖魔の痕跡だ。痕跡が薄いのには二つの可能性がある。どちらにしろ僕の予想通り、ここには妖魔が潜、いや、まあ、さて。すまない。さっきの飲み物が原因かもしれない。もし陽気が暴れ出したら、僕は仮に制御ができなくなったら。そうか、わかった。お前も優秀な冒険者だしな。とばかしやりすぎたか。あ、こ、まあ俺はここの鬼役で今は休憩中。暑いから衣装を脱いだんだ。そうだよ、俺たちも求めている高鳴る胸の鼓動、そして恐怖と驚き。よっしゃ、おかえり。どうだ、妖魔はいたか。それってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて、そうか、まずい、気分が悪くな、全てが明らかになったことだし、もう少し手を貸してくれないか。大丈夫、まだ平気だ、本当に大丈夫だから。飲み物を飲んだら、なんだか、いや、なんでもない、早く先に進もう。ここが肝試し大会の会、もし今のとこ参加者たちは危険があると、ん、言ってる意味がよくわからないのだが。そうか、それに修行だから遊んでる暇もな、さ、そう、はあ、すまない僕たちは。別にな、お願い、ああ説明し、いや、絶対、はい、そこ怖がっ、すまない
悪気はなかそうなんだ。奉仕が、ま、俺はお前ら礼を言う。どうやら、だが、なぜ怖い奥が、だがひ、とにかく。ついて、もうこ、そう、とりあえず、もう知ら、待て、もう大丈夫。あ、ん？あれ？あまりにも、何が、なのにあの、悪かった、いや、他の人もいるし、はあ、謝るから、いいわ。いいんだ。やだ。これは痕跡。どちらにしろ僕の予想通り。いや、まあ、さて。すまない。急に、さっきの飲み物が原因かも。もし陽気が暴れ出したら、仮に制御が。すまない。この激しい感じ。いつもならアイスを食べ、このままだと。例えば、氷スライム、冒険の途中で、素材としては使えるだろう。頼む。すま、冷静さをた、一人で歩き回るのは危険だって。どんな人間に会うか分かりませんから。おや、落ち着いてますね。陰に満ちた場所を歩いていると、普段もしそれを一度でも目にしたら、悪夢のように絡みついて一生離れなくなる。いやいや、どうしてそんなに冷静なんですか。あるにはありますが、私の見た目なんて関係、あなたみたいに階段を信じない人は、そんなわけないじゃないで、あなたも。オンに切る。だいぶ良くなった。まだ少し陽気がざわついているが、そうだ、素材探しの途中で、それってつまり妖魔どころか、ここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか。ではここに留まり続ける必要。あれは確かに妖魔が、僕ももう少し調べたいと思っていた。ああ、二手に分かれた。僕には順位、逆に単独行動のお前は、逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。それでも構わない。よ、僕はこっち。水色の買ったから、あの星を全然、線はまだ消えたくないの。だから、お姉ちゃん、お姉、さっき線なら面倒なやつを追い払えるよ。でも面倒ダメかな。うん、お願い。あの水、線が彼を手伝、お前さ、そうです、正直な、逆に僕の質だ、これ以上お客さん納得できる。だが今この状況、助けて、お、おい、皆さん、そんなバカなこと、みんな落ち着い、
なるほど。その子が僕の危機を知り、お前の話を聞く限りだと、確かに害のある。わかった。だが、いつの日か一線を越えるようなことがあれば、そうだといいな。では行こう。ここの主催者は、ぼ、ん？どうした？僕は自分の善悪に対する善か悪かの判断は、慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな。待ってくれ。まさか僕、そうか。僕はそんな風、ああ、そうなのか。よかった。ああ。さんが一人。